ミーコ・アルボルノスは、スウェーデン・ストックホルム出身のサッカー選手。ポジションは DF。チリ代表。スウェーデンにて、チリ人の父親とフィンランド人の母親との間に、生まれる。4歳の頃にイフ・ブロマポイカルナのユースチームに加入して、以来、2011年までイフ・ブロマポイカルナで、プレーし続ける。2011年、マルメ・ FFA 遺跡。2014年、 ドイツ分デスリーガのハノーファー96へ移籍。スウェーデンの年代別代表に選ばれており、2013年にスウェーデンの A 代表にも招集されたが、その招集を断って、チリ代表としてプレーすることを選択した。アルボルノスは、チリ代表を選択した理由について、スウェーデン代表が 2014FIFA ワールドカップへの出場権を獲得できなかったことや、後日の自身が、 スウェーデンで起こした不祥事によって批判されていたことを挙げている。オンコ TSS、ピクヒューカジーンウーシバビストス、イルタイコールサノマト、ミイコアルボルノスコリザカ、スウェーデンリーグの選手が少女との淫行で起訴される、スポーツナビー2013年1月13日、MFFS、アルボーンスアトラット FR、セスブリットシズベンスキン2013年1月8日、 ありがとうございます。